皆様2日間ありがとうございました。今時代は個性化の時代、女性の時代というふうに言われている割には、自分のことを本当に知らない人、まあ、私は少なくとも本当にこれだけ知らなかったなというふうなことを再認識した2日間でした。自分の等身大を認めてあげて、自分を愛してあげて、夢が実現できるといういろんな知恵や考え方を教えていただけるこの2日間は大変有意義ですので、一人でも多くの人が受けられたらいいなというふうに思いました。ありがとうございました。ありがとうございます。